はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。そして、おはようございますの方は、おはようございます。中村平です。本日は、独白第8回ということで、岸優太さん、お話をさせていただきたいと思います。というのはですね、はい、岸優太さん、本日、9月29日が、誕生日なんですね。そして、なんと、本日、私、中村悠平も、誕生日でございます。ギラギラしいですか？っていうね、ことなんですけども、前々からこの同じ誕生日というですね、この岸優太さんをこの日にですね、語りたいなっていうふうに思っていましたので、本日ですね、撮影の方させていただいております。今回、独白と、まあ、させてね、いただいたのはですね、まあ、普段でしたら、ここからファイブアニマルを見ながらですね、まあ、分析という流れになるんですけども、岸優太さんについては、これまで、キング&プリンスの動画、そして、キング&プリンスのコンビ比較の動画などを、まあ、たくさんね、お話をさせていただいてきましたので、まあ、なのでですね、今回は、まあ、タイトルにもありますように、岸優太さんの運気リズム、個性、運気学の時間にしたいかなと思っております。よかったらですね、最後までお付き合いください。このね、個性運気学という名前、私、中村悠平が勝手に、作った名前ですので、ご承知おきの方、よろしくお願いいたします。岸優太さん、1995年9月29日生まれで、60分類は、慈悲深い虎、水のマイナス、W マイナスということになります。で、今回はですね、この虎という動物、ここではなくて、最後に言いました、水のマイナス、ウォーターのマイナス、こちらのマイナスという部分に、注目の方をしていただけたらと思います。っていうのはですね、この運気リズムには、10個のリズムというものがありまして、で、しかも、その10個のリズムが、プラスとマイナスで流れが変わるんですよ。なので、なんかプラスがいい、マイナスが悪いとかではなくて、まあ単純にそのマイナスという種類という意味で、まずですね、この、マイナスということを覚えておいてください。岸優太さんはそれが、まあマイナスということになりますので、逆のサイクルになるんですね。で、その10個のリズムになるんですが、それは、浪費、活動、焦燥、調整、成果、投資、完結、転換、学習、そして整理、この10個のリズムになります。まあこれ単発で名前を言っても多分ね、イメージの方しづらいと思いますので、まあどんな慈悲かというものを、説明の方ですね、言わせていただきたいと思います。それはですね、最初の2つ、浪費と活動、これは種まきの時期になりますね。次の、焦燥と調整。で、これは、まあ、成長期というふうになってるんですけども、試練。まあ、ちょっとですね、こう、頑張る時期になってきます。次の、成果、投資、完結、転換。ここは、開花期、そして収穫期となるんですけども、まあ、好調期。このようにですね、イメージしていただけたらと思います。で、最後。学習、整理。ここは、まあ、成果、反省という、まあ、そういった時期になります。このように、種まき、試練、好調期、そして、結果、反省。まあ、こういった流れですね。これで少しはですね、イメージの方、できますでしょうか。まあ、僕もですね、この情報を見たときに、まあ、これがね、一番か、なんかこう、イメージしやすいなっていうふうに思ったので、参考にしていただけたらと思います。で、今回ですね、こう話していく中、で、そして僕はですね、まあ、今、僕もね、学んでるんですよ。で、その中で、個性心理学。まあ、これの運気リズムもあるんですけども、個性学というものも、また別にあるんですよ。で、この中村悠平の個性心理学というものはですね、まあその個性心理学と個性学の情報が元からですね、ごちゃごちゃにミックスされてるんですね。はい。僕がですね、学んできたことをそのまま喋っているので、まあ結果的にその名前になってしまったんで、今回もですね、この個性心理学と個性学の情報がごっちゃになっております。まあただそれはね、僕の中ではその方がなんかイメージしやすい、覚えやすいなというふうに思ったので、まあそういったところをですね、いいように、捉えていただけたら非常に幸いです。よろしくお願いいたします。で、この10個のリズムというものは、日、要するに、1日ごとにもこれで変わっていきますし、月、月でもこの順番で変わっていきますし、年ですね。はい。1年でも変わっていきますしっていうね。まあそういった風になってるんですけども、これをですね、全部掛け合わせていったら、さすがに頭ぐちゃぐちゃになりますので、年、はい。
1年ですね。この1年単位で、まあ、考えてもらうのが、まあ、一番ですね、イメージしやすい、わかりやすい、まあ、使いやすいのかなというふうに、思いました。で、本題になるんですけども、では、今回ですね、岸優太さんの2023年の運気リズムはどこか。はい。活動になります。種まきの時期になるんですね。その、岸優太さんの活動、今年のキーワードですね。それは、巣立ち。ヒナが巣を飛び立つように、親元や学校など、今置かれているところから一歩進むこと。まあ、このように書かれているんですが、まあ、まさにですよね。岸優太さん、明日ですね、9月30日にジャニーズ事務所を、まあ、退所されるということになり、そして、次のステップにですね、進んでいくというわけなんですが、もう本当、この活動そのままですよね。行動を起こしたという年に、なると思いました。で、次に2024年、来年、まあそしてですね、まあその先というものも、まああまり、まあ遠くまでね、見すぎるのもちょっと、予測不可能っていうのもあると思いますので、まあ、とりあえず、ここから、まあ、2026年というところまでを見ていきたいなというふうに思ってます。で、来年ですね、2024年は、焦燥というふうになります。時期的に言うと、試練の時期に入っていくんですね。で、この運気リズムというものは、数値の方も割り振っていまして、で、それによる、まあ、イメージというものもつくんですね。で、その中で、この焦燥というのは、数値がですね、1になるんですよ。一番小さい数字になるんですね。なので、今回、この2023年に、まあ、活動という年で、まあ、その行動を起こした。で、それはいいんですよ。次の、この、焦燥という時期を、まあ、どう過ごすかですよね。試練、成長期ということになってくるので、ここの、行動、ここの頑張りによって、次に繋がっていくっていうのはですね、2024年は焦燥で1。しかし次の2025年は調整。で、この調整というのは数値は4で、イメージ的に言うと、この焦燥からのこう余波っていうね、まあこういったものになってくるんですよ。なので、2024年のまあ頑張ったこと、起こった結果、他の余波というものがこの2025年に起こってくるので、この2024年、そして2025年、成長期、試練というこの2年間ですね、ここが非常に重要になってくると、思います。というのは、ここで頑張ってですね、当たりというものを引くことができると、次に待ってる2026年が成果、数値は9で、この成長期、支援の時に頑張ったことの収穫となる時期になるんですね。なので、この2年間の当たりというものが大化けするんですよ、26年に。なので、流れとしましては、今年、2023年のこの活動という時期に行動を起こした。で、そして、ここからの、2年間ですね、焦燥、調整と続く、この2年間のこの頑張り。だから、もっと言いますと、2024年というこの数値は1、焦燥、新しい場所に環境を移して、まあ、いろんなね、言葉がすでに出てると思うんですね。で、本当にいろんな見る目があると思うんですよ。なので、次の1年間って本当に大変だと思うんですよ。旗から見ても大変だろうなっていうふうに思うくらいなんで、ご本人の苦労というものは、まあ本当にですね、想像を絶するものだと思うんですが、ここが僕の中では踏ん張りどころかなっていうふうにも思うんですね。ここで本当に、まあ踏ん張ってですね、少しでもその結果ってものがつなげていけると、その次、2025年には爆発していくんですよ。余波として。で、それが2026年にもっと爆発していって、で、さらに言っていくと、そこから成果、投資、完結、転換、この4年間は
好調期となるんですね。なので2026年に本当にいい形で入ることができたら、もうこの4年間で岸優太さん大爆発なんですよ。まあ話の方はですね、だいぶ飛躍していきましたが、このね2023年、岸優太さんにとって本当に始まり、まあそのようなですね年になるんではないかなというふうに、この中村雄平の個性心理学ではなく個性運気学、運気リズムにおいては、まあそのようになるのではないかなというふうに思います。ぜひですね、皆さんもこの個性運気学、運気リズムというものに興味の方持っていただけたらと思います。今回ですね、岸優太さんの分析ではなく、岸優太さんのですね、運気に触れさせていただきました。こんな感じでですね、今後とも、この運気リズム、まあ個性運気学というふうに、まあ銘打ちさせていただきましたけども、触れていきたいと思います。動画の方、そしてライブ配信の方でも話していけたらいいかなというふうにも思っておりますので、一緒にですね、楽しく学んでいけたらと思っております。今回は以上になります。最後まで動画の方を見ていただき、本当にありがとうございます。そして、岸優太さん、誕生日おめでとうございます。このね、言葉が届く日は来るのかなっていうふうに思いますが、まあ、いいです。で、そして、皆さん、本当にですね、昨日のライブ配信の中でも、温かいお祝いの言葉をですね、たくさんしていただき、そして、お祝いの方もですね、たくさんしていただきですね、本当にありがとうございます。中村雄平、39歳になりましたが、また1年間、このチャンネル頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ではまた。